ノクトンとは、北斗レンダーの写真レンズの名称。那覇とマイナスが、夜を意味するとおり、開放 F 値が F1.5 以上に明るいダブルマウス型、大口径レンズに用いられる。最初に名称として用いられたのは1951年で、ドイツの旧北斗レンダーから、レンジファインダー機、プロミネント用に発売された、ノクトン50メートル MF1.5 である。このレンズは、 アルブレヒト・ウィルヘルム・トロニエの設計によるもので大口径であることに加え繊細で柔らかく生命感があり温暖かい非常に優れた描写をするレンズとして人気を博した。いくつか特許が存在する。例えば、u s p 2 6 4 6 7 2 1は商材5種を使った5群7枚構成で画角直径45度にわたり非点収差、増面湾曲。 Y 極周差とも良好に補正されていた。USP2662447 は商材ハッシュを使って一眼レフカメラのミラー動作スペースを取るためにバックフォーカスを長く取った6群8枚構成でレクタフレックスにレクタフレックスノクトン50メートル MF1.5 として供給された。後にコシナから発売されたライカマウントレンズと区別するために しばしばプロミネントノクトン、オリジナルノクトンあるいはノクトンオリジナルと呼ばれる。ノクトンクラシック40メートル MF1.4 シングルコート版コシナは1999年に OEM 事業などを通して以前から関係のあったプルスフォト及びリングフォト両社から北斗レンダーブランドの使用権許諾を受けライカマウント互換のレンジファインダーカメラベッサシリーズの販売を開始した。 この別サシリーズ用に発売されたレンズ群の中で、開放 F 値1.5以上の大口径レンズに対して、ノクトンの名称が用いられている。これらのノクトンは、レンズ構成などにおいて、旧北斗レンダーのノクトンと直接のつながりはない。ドイツ時代の製品がごく少数市場に出回っている。ドイツ時代の製品はごく少数が市場に出回っている。時代になってからも、 ノクトンブランドで製品が出ている。コシナにより製造された。マイクロフォーサーズマウント。コシナにより製造された。ノクトンと同様に、夜を意味するナハと N オクタを名称として用いたレンズに、ニコンのノクトニッコール、ライカのノクチルックスが存在する。ありがとうございます。